チャオ、あっちゃんです。今日、8月28日。はい、あっちゃんちのお昼ご飯。今日ね、朝から、寮が、中学校の保育作業で行ってきて、友達と約束してて、やっぱ昼から来るみたいなんで、はい、さっと食べて、で、あっちゃんちょっとお買い物行ってきます。はい、だから今日はね、そうめんか冷麦か、そのあたりなんか茹でてみたいと思います。はい。そうめんを茹でて、茹でましょう。2分。茹で上がりました。冷まして持っていきたいと思います。できました。今日はね、そうめんで普通にはめんつゆとネギとっていう感じやねんけども、だけど面白いのにね、レモン入れてみようと思って、レモン入れたらちょっとね味がさっぱりするかなと、秋が、ね、ちょっと飽きてるそうめんがマシになるかいなと。次回では試してみたいと思います。よいしょ。うん。レモン合う。さっぱり食べやすい。うん、合うよ。光の提案やね。光がレモンのうどんが食べたいっていうの、うどんがなかったからさ。そうめん見せてみてんけど、合うよ。うん。うん。今日ね、早くさっと食べてね。わからんと、子供の友達来るからね。固まってんの。団子になってんな。はい、ちょっとしか取れへんな。
そうめんってひつくからね、団子になるのね。やっぱりそう言さっき疲れたから、ね、眠いと疲れたとか、今日でもねそんなに外も暑くなかったし、ちょっと湿度高いけど、うん、曇ってたもんなしかも分からんね。今日はそうめん食べました。さっぱりして美味しかった、うん、そうめん実はね久しぶりやね。ほんとご飯系食べたりしましたしね、うん、で久しぶりでも先週松屋に食べたか3日ぶりぐらいかな、3日4日ぶりぐらいなんけどね、うん、まあ夏場はねもう冷やしそうめん、うどん、冷や麦、あのあたりがちょうどいいね。ということで、今日昼からちゃんちょっとね、お買い物に行ってくると思います。はい。それで行くんやったらまたね、動画作りますね。では、またね、バイバイ。